二重螺旋の恋人は2017年のフランス・ベルギーのエロティックスリラードラマ映画。監督、脚本はフランスはオゾンでジョイス・キャロル・オーツの短編小説が本案されている。マリーヌ・ワクトが主人公のクロエを演じ、恋人が隠していた双子の秘密を探る。フランス語の現代はエル・ L. アモン・ダブル。アメリカ合衆国でのタイトルはダブル・ラバー。各種映画祭の時点では、 アモンダブルとなっている。本作は、第70回カンヌ国際映画祭で、パルムドールを競うメインコンペティションに選出され、2017年5月26日に、カンヌでプレミア上映された。日本では2018年6月に開催された、フランス映画祭2018にて上映された後、2018年8月4日に、R18 指定作品として、全国公開される。 本作は批評家から肯定的な評価を受けている。映画批評集積サイトの6点トマト図には65件のレビューがあり、批評家支持率は72%、平均点は10点満点で6.6点となっている。サイトの批評家の見解の要約は、本作は独特で過激なヨーロッパの癖を交えながら、古典的なエロティック映画のファンを興奮させる。 変態的な快楽を提供しているとなっている。また、メトクリティックには20件のレビューがあり、過重平均値は70、100となっている。第8回、マグリット賞では、主演団優勝にジェレミー・レニエがノミネートされた。ありがとうございます。